はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思いますこのチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容を動画形式でレビューをしていくという内容になっています普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれどもその他のジャンルについてもチャンネルページに再生リストが作ってありますのでよろしければそちらからご覧いただければと思います また、各動画の説明欄にはですね、えー、Amazon へのリンクが貼ってありますので、もし興味を持っていただけましたら、そちらからご自由にご購入いただければと思います。で読まれた感想等をですね、コメント欄にいただけると、まあ、非常に励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。また、チャンネル登録とグッドボタンの方もぜひよろしくお願いします。で今日ご紹介する内容は、こちらのバカになれる男の魅力というタイトルの方になります。 でこの本はですね、えーまあ、男性というところにまあ主に着目をしていて、えー、その男性の魅力を高めるため、まあ、人として男としての魅力を高めるために、えー、バカになるということが重要なんですよということがまあ書かれていますで今日はその中で3点面白いなと思った点についてご紹介したいと思いますでまず1点目は、えー、人としての魅力を高めるためにこのバカになる必要がありますよということ 2点目は男性として男として魅力を高めるのにこのバカになる必要がありますよということで最後3点目は男の夢を持つことが重要ですよということについてこの3点ご紹介したいと思いますでまず1点目の人としての魅力という点についてご紹介をします でこれはですねえっと大前提としてまあなぜバカになる必要があるのかというところについて、えー、まあ人っていうのは本来無駄なものを楽しむようにできているということがまあこの本の中で書かれていますどういうことかっていうとまあ例えば音楽とか芸術っていうのは別に今の我々の生活にとってまあ直接的に必要なものではないわけなんですよね。だけれども、えー、まあそういったものを人まあ我々っていうのは楽しんでいると。 でそんな中で、まあ、あの真面目に仕事をするとか真面目に勉強するとかもうとにかく真面目なだけで、まあ、優等生的な、えー、こう向上を続けてしまうと周りの人としてはです、ね、つまらない、まあ、楽しくないなっていうふうに思ってしまうとつまりその無駄がないなというふうに感じてしまって、まあ、結果として楽しくないなというふうに感じてしまうんですねでそうするとまあ結果として存在感がどんどんなくなってきて、えー、まあ魅力が薄れてきますよということがまあ書かれています。 で例えばですねそれをまあ打破する方法としては、えー、まあこの本の中で書かれているのは「飲み会でまあ芸をしていじられるような男になれればそれがまあ一番魅力的です」と「まあ、男というかそういう人ですね」。 でそれはなぜかっていうとやっぱり、えーとまあ、そういう自分がやる必要もないことを、まあ、あの人に楽しんでもらう目的で芸をするとでそしていじられて、まあ、みんなの中心で笑ってもらう楽しんでもらう、まあ、そういうことができると人として魅力的ですよということが、まあ、書かれています。でこれは、まあ、私自身こうやって毎日レビューをしてるとですねなかなか頭が硬くなってしまうんで、まあ、ちょっと反省も込めて、えー、今ご紹介をしました。 で、2点目、男性としての魅力っていうところについてですね。で、これはえっ、ー、とまあ、先ほどのえっ、ー、とまあ、人は本来無駄なものを楽しむようにできているというところとも通じるんですけれどもまあ、女性に楽しんでもらうためにはですね。 相手の殻、まあ、女性の殻を壊すようなきっかけを与えてあげられると、まあ、男として魅力的に映るんですどういうことかっていうと、まあ、その例えばデートの間に、まあ、想定外なこととかイレギュラーなこと、まあ、そういったことを盛り込んでいくことによって、まあ、女性としてはあこんなことがあるんだとか、えー、こんなこと想定してなかったというふうに、えー、普段の自分とは違うような自分が まあ体験できるる感じられる、まあ、そういったような環境を、えー、提供することができれば、まあ、男性として魅力的なんですよということが、まあ、この本の中にはまあ書かれていますあの、まあ、一理あるかなと思って、まあ、面白く読ませていただきましたで最後の3点目なんですけれども、まあ、男の夢を持つことととが重要でですすいうことですでこれはですねこの本の中で書かれていたのは自分の夢っていうのを、まあ、3秒以内に言えるかどうか まあこれが言えないようだと「えーまあ、良くないです」ということが書かれています。なのでもう3秒以内にこうパッと自分の夢は何ですということを大小、まあ、問わずですね、えーまあ、答えられるようにしておくといいということが書かれています。 でまあ、あの必ずしも一つである必要はないしその大小によって、まあ、いくつもあると思うんですけれども、まあ、そういった夢を持ちながらですね日々前向きに、えー、人生を進めていくとでそうすると、まあ、周りにそういった、まあ、ポジティブなエネルギーを持った、えー、その自分のやりたいことに関係する人たちが、まあ、どんどん集まってきて、まあ、それによって、えー、自分の人生がより豊かになってきますとだから、まあ、そういった夢っていうのを持って、えー、3秒以内に言えるようにしておくことが重要なんですよということが、まあ、書かれていました。 ははい、えー、今日は以上になります、えー。チャンネル登録とグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。